We've walked through valleys and we've walked on mountaintops, looking for rivers. Once we almost stopped, but we kept on walking. We felt the hunger and we felt the pain. もできて、で、まあ、
イケメンじゃモテて、おお、最近じゃある気がする。ちょっと変わってるとこあると思う。サキちゃんがリードして見てください。そのまま、新潟の方ですよね、まで拉致されるっていうのを、まあ、その本当にさっきからずっと話してますけど、ゆうやくん、当てることによって、まずさっきさ、マリネさん、これはあるだろう。あとはやっぱりこう、チャーミングさですかね、少年のような好奇心、笑顔、すごいチャーミングで大好きです。お父様、お父様、はい、それでは、この人だよね。幼稚園の頃からずっと一緒 で、今も変わらずチャーミングで、本当にご機嫌な相手が大切にしていることっていうのを大事にしてあげて、末永く幸せに暮らしてほしいなと思います。すごく心に残っているのは、近くのコンビニで待ってるから連絡してねって、コンビニで待っていてくれたことがすごくありがたくて、今も
ありがとうございました。本当は26年くらいが理想だったのですが、居心地が良すぎて長くしすぎてしまいました。私がゆうやさんと付き合っていること、結婚することを伝えたとき、表面ではとても喜んでくれていたお父さん、実はショックを受けていたこと、私たちを幸せてくれたお母さんに少し怒っていたこと、言ってました。でも、最近お父さんがお酒に酔うと、ゆうや君と出会えて、本当に良かったねというのが、なんだか自分に言い聞かせているように感じて、胸が苦しくなることがあります。お父さん、お母さんのもとを育つと思うと厳しい気持ちもありますが、これから2人の娘であることに変わりはありません。お父さん、お母さん、兄ちゃん、純ちゃん、くだらないことを言って言い合える小日向が大好きです。これまで育てていただき本当にありがとうございました。これからはゆうやさんと一緒に夫婦として歩み始めます。きっと喧嘩もたくさんすると思います。でもお父さんお母さんのように翌日には笑って仲直りできるような仲の良い夫婦を目指して頑張っていきます。お待ちください。今日まで本当にありがとうございました。この披露宴を通じて本当に立たないといけない素晴らしい人間が優しい家族に助けられて、ここまで来れたと思っております。これからもどうぞ2人をよろしくお願いいたします。